まあ、あの映画の方がパパラッチということで、はい、最近目にした、うん、あのお笑い芸人のパパラッチとか多分皆さんも気になるところだと思うんですけど、うん、なんかございますか？パパラッチ、ご本人がパパラッチとして見たとか聞いたとか。いや、なんかよくわかんないです、昨日、うん、澤部が、ハライチのね、ハライチの澤部が、うん、福岡でライブだったんですよ、俺らと一緒に、ね、で、本来その日帰る予定だったんですけど、やったら泊まりにしよっかなってなんか言ってたのを見ましたなぜか無理やり泊まりにしよっかなって、うん、いや、なんか あるのかなって、俺も内容は聞いてないんですけど、うん、実際には泊まられたとか分かる？実際泊まったのかな、どうなんですかね、泊まったかもしれないですね、無理やり泊まりにしようとしてたっていう現場見ましたけど、うん、ただ単にその日打ち上げに参加したかったのか、うん、まあちょっとなんかあったのかは俺は知らないです。あとは何かあったかな、あばれる君と厚切りジェイソンがライブで思いっくそ滑ってあの社長にあのダメ出しされてました違うんですよ、旬となってました。あばれる君と厚切りジェイソンがトークコーナーに出る瞬間があって厚切りジェイソンが今度わーっつってこうやってファイとか言われるから、うん、絶対ウケるから、うん、暴れる君それに負けないようにわーっつってたら、うん、二人でわーわーわーっつって何言ってるか分かんなくてお客さんがずっと信じられないぐらいシーンとしてる、それまで誰が何言ってもウケるような軽いお客さんだったのに異常に滑るっていう事態が、うん、で MC の人が早めに帰らせてその時田中さんは爆笑取った、俺は受けましたすげえ受けましたし、うん、まじ、それは、ま、もうお任せください、それはちゃんとやってますんで。そこはキモいと言われた、キモいとはね言われなかった、福岡のお客さん優しかったんで、うんうん、まあキモいとは内心は思ってるか知らないですけどキモいネタやってたんで、うん、じゃあ女性探すんだったらもう東京じゃなくて九州で。いや九州いいっすよね、いやでも新潟なんですよね、うん、俺がやっぱいいと思う佐渡島、佐渡島のあのたらい船を運転してる女の子、あの子めっちゃ優しかったし、ね、あの子本当にいい子だったよね、休日も仕事じゃなく自分でたらい船で佐渡島の周りを回ってるっていうエピソードね、そうそう最高ですよ、そんな子います東京に仕事とか、ね、関係ないことやりたいからとか言う人ばっかりでしょ、本当に好きでたらい船を運転してるの、会いに行った方がいいですか、いやその子ね結婚したって情報入ったんですよスタッフさんから、スタッフさんもなんかその子の情報をちょこちょこくれててそれ結婚したって聞いてショックでしたね、次の人探す、まあたらい船には乗りに行こうと思います、違う何人も運転してる人いる、でも周りのたらい船運転してる人大体60オーバーなんですよ多分もう既婚者だと思いますけどそう、若い子だったんだよな、しかもその子がね、うん、田中の失恋ですこの夏の、まあでも来月南海山ちゃんが合コン開いてくれるって言ってるんで行きますよ、そうするとまたフライデーされるから、待ってますって来てください出たところでよっしゃーっていうやつ取りますから、もう本当に快挙っていうやつを取ってもらいたいと思いますじゃあ日程と場所を皆さんに教えていただきます、決まり次第報告しますブログで、いや本当にちょっと怪しくて怖いながらも、ゾクゾクするような、お話はまた、もう今まで見たことのないような、うん、面白い設定の映画になっておりますので、はい、ぜひ皆さん夏休みの最後に見に行ってください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。